朝ごはんを食べる子は学校での成績がいい。ありそうな話ではありますが、朝ごはんを食べただけでテストの点が良くなるとは言い切れないような。他にもいろんなことが関係しているかも。実は社会に大きな影響を与えることの中にも、関係性がブラックボックスのまま見過ごされていることがあるんです。それを経済学の力で確かめようとしている先生が明治大学にいます。働くという状況で何が起こっているのか、そしてそれがなぜ起こっているのかを明らかにするということが私の研究の内容です。今日本では EBPM という正確なデータ分析から得た証拠に基づいて政策を作ろうという動きがあります。例えば世界各国にある失業者の再就職を支援する公共職業訓練という制度。日本にもずっと昔からある政策ですが、訓練には本当に効果があるのか正確な分析結果がありませんでした。しかも世界ではその効果はないと報告された国もあるんだそう。訓練を受けたらスキルや知識が身について再就職しやすくなるんじゃないか、そんなの当たり前じゃないかって思うかもしれないんですが、仕事に関する能力は人によって違うので、それが訓練の効果と区別することが本当に難しいんですね。そんな公共職業訓練の純粋な効果を日本で初めて計測したのが原先生でした。個人の特性を取り除いて純粋に公共職業訓練の効果を抽出する、そういう手法が計量経済学にありまして、その計量経済学の手法を適用してデータ分析を行うことで、日本の公共職業訓練にはプラスの効果があるということが示すことができました。先生は男女間の賃金格差についても研究しています。格差っていうとみんな悪いことみたいに思うんですけども、必ずしも悪いばかりではないですよね。生産性が高い人が高い賃金をもらっていて、生産性が低い人が低い賃金しかもらえない、ここ格差ありますけども、もしそうでなければその誰も頑張って企業の経営に貢献しようって思わないわけですよね。そうではなくて、私たちがターゲットにしているのは同じように企業の生産活動に貢献しているのにもかかわらず、実は男性と女性の間には賃金格差が観察されるんですね。その部分が合理的でない格差と呼ばれるところで、私たち経済学者が注目している格差になります。先生は高収入、低収入の相互との合理的ではない男女差や、昇進した時の給料の上がり方を比較しました。すると、どの層でも男性の方が女性よりも賃金が多く、さらに収入が高くなればなるほど、合理的ではない賃金格差が加速度的に開いていくことを明らかにしたのです。もうそれは明らかにおかしくて、おかしいっていうか、やっぱり納得のいく説明は誰もできないわけですね。ガラスの天井日本にもあるよね。で、みんなが感じてたことをデータで示したっていうことだと思います。働いていてなんか自分の賃金低いなと思ったら、当然意欲やる気なくなりますよね。給料ってすごく働く上で大事だと私は思っています。さっきの公共訓練なんかもそうですけど、当然訓練やれば人のためになるんだからやった方がいいよねって言って、じゃあ本当にそれが人のために立ってるのかっていうのを検証なしで進めてきたところがあって、その政策のおかげでこういうふうに世の中が良くなったのか、それともたまたま関係があったのかっていうのがあって、なのできちんとしたデータ分析をすることで政策に必要なエビデンスを提供していって行けたら、もしかしたら日本の政策立案なんかにいつか結びついていったらいいなと、そんなことは考えながらやってますし。思い込みに気づき、正しく物事を見る。社会の幸せはそこから始まるのかもしれません。